高知市横浜に先月期間限定でオープンしたばかりのうなぎ専門店、その名もうなたんです。この店の売りはというと、ここの店はうまいうなぎを腹いっぱいということで、一匹丸ごとお客様に出すように提供させていただいています。そう、ここで販売しているうな重にはうなぎが丸々一匹乗っているんです。さらに値段は2000円払ってお釣りが返ってくるほどリーズナブル。お手頃価格でお腹いっぱいうなぎを食べられると今話題を呼んでいるのです。いただきます。早速店自慢のうな重をいただきました。おいしい。身が溶けていきますね。すっごく柔らかいです。身の表面がカリッとしていて食感の違いも楽しめるのもまたいいですね。そして何より食べ応え抜群です。うなぎは肉厚で大きい中国の江西省ブランドうなぎを使用。備長炭でじっくりと焼き上げ、タレは県産の醤油を使った特製ダレです。実は店主の菅崎さんはうなたんの隣にある手打ちうどんの店ヨガナうどんのオーナーでもあるんです。どうしてうなぎの店を始めたのでしょうか。うなぎの売り上げが下がっているので助けてほしいという声がありまして、何か新しいことを始めて、まあ、これから頑張っていこうかなというのもありましてやらせていただきました。こういった要望を受け、うどん店の定休日にうな重を販売していましたが、お客さんに大好評だったことから新たに店舗を構えました。今日もお腹いっぱいうなぎを食べようと多くのお客さんが訪れていました。おいしい、ふっくらして香ばしくて、とても運が良かったねって言って、おいしかったき。いや、すごくボリュームもあって、はい、値段も安くて美味しかったです。もうなんかゲップが出そうな感じです。まだまだいけるという方にはこちら、ドドンとうなぎが丸々2匹乗った特盛うな重もありますよ。地元の方に愛されるお店をっていうのがもともと自分たちがやってたことなので、まあ本当給料日とか、まあ、勝負飯とかそんなんでまず一回来ていただいたりとか、あ、うなぎってこんなに美味しいやっていう風に楽しんでもらえたら僕らもすごいやりがいがあって誇りに思えるところなので、そういうところを楽しんでいただきたいと思ってます。うなたんは木曜から日曜までの週4日午前11時半から午後1時半まで営業しています。6月いっぱいまでの期間限定です。